ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近私鈍行列車の旅にハマっているのよね。でも私金欠だから、あまり遠いところには行けないのが残念なのよね。そんな霊夢にうってつけの切符があるぜ。その名も、青春18切符だ。なんか爽やかな名前の切符ね。どんな切符なの？今回は青春18切符の使い方、ルール、これを利用した予定の立て方など、鉄道旅初心者にもわかりやすいように解説していくぜ。まず、この切符の簡単な概要について説明するぜ。青春18切符は、5日間 JR 全線の普通列車と快速列車が乗り放題になる切符だ。名前が原因で勘違いされがちだが、年齢に関係なく利用できるぜ。青春とはほど遠い年齢の人でも利用できるのね。そして気になるお値段だが、1枚5日分で12,050円だ。つまり、1日あたり2,410円で利用できるのね。そうだな。安いのか高いのかよくわからないわ。正直言ってめちゃくちゃ安いんだぜ。例えば、東京駅から1日でできるだけ西へ普通列車のみで進もうとすると、新山口まで行けるんだ。東京から新山口まで普通に行くと、乗車券だけで12,870円かかる。しかし、青春18切符を使うと、1日分の料金の2,410円で行けてしまうんだ。つまり、最大で1万円くらいお得になるってこと？そういうことだ。確かにそれはめちゃくちゃ安いわね。ただしこの切符、いつでも使えるわけではないんだぜ。春季、夏季、冬季の3回に利用可能期間が分割されていて、それぞれ3月1日から4月10日、7月20日から9月10日、12月10日から1月10日、となっているんだぜ。ただし、発売期間は利用期間よりも前倒しになっているから、ちゃんと調べないと、利用はできるけど購入はできないなんてことになるから、気をつけるんだぜ。利用期間は学校の長期休み期間と被っている感じね。金額的にも利用可能期間的にも、貧乏学生にぴったりの切符だよな。ということで以上がこの切符の概要だ。これから詳しい説明に入っていくぜ。まず、青春18切符の購入方法だが、指定席券売機で購入することができるぜ。画面のお得な切符をタッチすると、青春18切符の表示が出てくるから、それをタッチすれば購入できるぜ。簡単に買えるのね。それと、緑の窓口でも購入できるから、機械の操作に不安がある人は、そこで購入してもいいと思うぜ。18切符1枚くださいって言えば、すぐに購入できる。もっと簡単に買えるわね。次に使用方法だ。まず、先ほど5日間乗り放題と言ったが、継続する5日間じゃなくてもいいんだ。例えば、2日分を7月末の旅行で使って、3日分を8月末の旅行で使うってこともできる。なるほど。そしてこの切符、複数人での利用も可能なんだぜ。1人で5日分使うこともできれば、5人で1日旅行に行って5日分消費したり、2人で1日旅行に行った後、3人で1日旅行に行って5日分消費するなんてことも、できるんだぜ。かなり柔軟性の高い切符なのね。次に、実際に使用するときについて説明するぜ。青春18切符は自動改札機に入れることはできないから、改札横の窓口を、通る必要があるんだぜ。まずその日最初に18切符を使う駅で、こんな感じで駅員に人数分の日付スタンプを、切符に押してもらう、1人なら1個、3人なら3個といった具合だ。スタンプが5個ついたら、18切符はもう使えなくなるって感じかな。そういうことだ。そしてそれ以降その日に降りる駅では、窓口で駅員に切符を見せるだけで、改札を通過できるんだぜ。ふむふむ。そして日付が変わったら、またその日付のスタンプを押してもらうって感じだ。なるほどね、使用方法については大体わかったわ。よし、早速18切符の旅に出かけよう。待て霊夢、18切符には初心者が陥りがちな罠がいくつかあるんだぜ。罠？そんなのがあるの？ということでお次は、18切符を使用する際の注意点を紹介していくぜ。まず初心者がやりがちなのが、18切符を使って特急列車や新幹線に乗ってしまう、ということだ。乗車券として18切符を使い、特急券を追加で購入して、特急列車を利用しようとする人が多い。しかし、これはやってはいけない行為なんだ。青春18切符は普通列車と快速列車のみが乗り放題となる切符で、特急列車や新幹線を乗る際は、乗車券として利用することもできないんだ。じゃあ18切符旅の途中で特急列車に乗りたくなったらどうするの？その場合は特急券に加え、乗車する区間の乗車券も買わなければならないんだ。じゃあ18切符旅の道中で特急を使うと、かなり追加コストがかかるのね。そうだな。しかし、例外的に18切符で特急に乗れる区間もあるんだぜ。え、そうなの。この4区間がそれに該当する、普通電車の運行が極めて少ない、もしくは運行がないこれらの区間のみ、18切符のみで利用できるんだ。特急券もいらないんだぜ。あら、それはいいわね。しかし、特急に乗れると言っても普通車自由席だけで、グリーン車や指定席を使う場合は、18切符は利用できないんだぜ。また、乗降できる駅も定められており、それ以外の駅で乗降する場合、
18切符は利用できないんだぜ。いろいろ制約があるのね。改めて言うが、一部の例外を除き、18切符では特急列車、新幹線、加えて急行列車にも乗ることができないから、列車の種別には注意するんだぜ。何回も説明するようだが、18切符は普通列車と快速列車にのみ利用できる。普通列車はこういうタイプの、予約なしで座れる列車のことだぜ。これに関しては特に説明はいらないと思う。普段から利用しているからね。快速列車は、JR 西日本の新快速とか、中央線の特別快速とか、ああいったもののことを言うんでしょ？それもそうだが、その他にも快速列車があるんだぜ。例えばこちらのリゾート白神号、東北の五能線を走るリゾート列車で、こんな感じの半個室もあって、快適に五能線の絶景を楽しめる列車なんだぜ。乗ってみたいわ。見た目も内装も特急列車っぽいから、18切符では乗れないのではないかと、思われがちだが、これは快速列車に分類され、18切符に指定席料金530円を追加で払えば、乗車できるんだぜ。じゃあ安い値段で乗れるのね、嬉しいわ。この他にも、指定席券が必要な、特急列車っぽい快速列車はいろいろある。乗車する際はその列車の種別をよく調べてから乗車するんだぜ。わかったわ。そしてもう一つ注意すべきことがある。先ほど特急列車なのに18切符が利用できる場合を紹介したが、逆に、普通列車なのに利用できない場合もあるんだぜ。何それ、乗り放題なんじゃないの？それは、グリーン車指定席を利用する場合だ。よく JR 東日本で見かけるグリーン車自由席は、18切符にグリーン券を追加購入するだけで、利用できる。しかしグリーン車指定席に乗る場合は、18切符は利用できず、特急列車に乗る時のように、乗車券も別で購入する必要があるんだ。そうなのね、ただグリーン車指定席のある普通列車なんてあまり聞かないわ。有名な列車だと、岡山と高松を結ぶ、快速マリンライナー号にはあるな。ただそこまで数は多くないぜ。やっぱりそうよね。少しややこしいのが、18切符で乗車中に日付を超えてしまった場合だ。例えば、A 駅から D 駅に向かう途中、B 駅と C 駅の間で日付が変わったとする。その場合、2つの選択肢が与えられる。1つは、18切符を2日分使うという選択肢だ。D 駅で降りるときに18切符を見せると、D 駅で降りた日の日付のスタンプが、追加で押される。つまり A 駅から D 駅までの日付のスタンプと、C 駅から D 駅までの日付のスタンプの2つが必要となるわけだ。なるほど。もう一つは、18切符に加え、C 駅から D 駅までの乗車券を購入するという選択肢だ。D 駅で降りるときにその2つを見せると、D 駅で降りたときの日付のスタンプを、押されることなく、改札を通過できる。D 駅で降りた日の分の乗車賃は、18切符ではなく乗車券を使って、払っているとみなされて、18切符を1日分節約できるのね。その通りだ。2つの選択肢がある以上、0時をまたぐ際はどっちの方が得かを考えなければならない。D 駅に着いた日に、C 駅からの運賃も含めて2410円以上の乗車賃がかかるような、移動をする場合は、D 駅でその日のスタンプを追加で押してもらう方が得だ。そうでない場合は、C 駅からの乗車券を購入した方が得になる。なるほどね。このことに注意せず、何も考えずに D 駅で18切符を見せると、自分の意思に反して日付スタンプが追加で押され、1日分無駄にしてしまう。なんてこともあるから、日付をまたいで列車に乗る際は十分注意するんだぜ。わかったわ。予定を組んでいると、どうしても JR ではない別の会社が保有している、第三セクター路線に乗る必要が出てくるケースがある。なんでここだけ JR じゃないのよって思う路線たまにあるわよね。18切符は JR の切符だから、基本的に第三セクター路線には使えず、第三セクター区間の乗車券を別途買う必要がある。しかし、一部18切符が利用できる第三セクター区間があるんだ。18切符を利用可能にした方が都合がいいこの3区間が、それに該当する。都合がいいってどういうこと？金沢から津幡間を例にとってみる。金沢から津幡は IR 石川鉄道という、第三セクター路線なのだが、津幡から JR 七尾線が分岐している。金沢から七尾までは1本で行けるが、その際2つの会社の路線を経由することになる。18切符は JR 線でしか使えないから、本来、金沢津幡間の乗車券は、別で購入しなければならない。しかし、乗り換えなしで七尾まで行けるのに、18切符とは別に金沢から津幡までの、乗車券を購入するのは面倒である上に、金沢津幡間は3駅しかなく、わざわざ乗車賃を別で取るほどの区間でもないから、特別に18切符が使えることとなっている。なるほどね。しかし、これらの区間も、普通車自由席しか利用できない上に、乗降できる駅が決まっているから、そこは要注意なんだぜ。わかったわ。さて、もう一つ第三セクターについての補足があるぜ。先ほど紹介した3区間以外の第三セクター路線は18切符では乗ることはできないが、18切符を使って安く乗ることはできるんだ。何それ、裏技でもあるの？それが、オプション券を利用するという方法だ。
殺オレンジ鉄道、越後ときめき鉄道などの第三セクター路線では、18切符を購入した人のみが利用できるフリー切符が発売されており、お得に乗車することができる。それはいいわね。もちろん、オプション検討がない路線もあるから、そこは調べておく必要はあるぜ。わかったわ。ということで、ここまで18切符について説明してきたが、どうだった？格安で JR 路線に乗れるのはすごくいいんだけど、いろいろ注意点があってややこしかったわ。まあ最初は難しく感じるだろうけど、すぐに使いこなせるようになると思うから、頑張ってくれよな。ねえマリサ、18切符旅の予定を立てる時のコツってあったりするの？まずは、できるだけ JR の普通列車、快速列車だけを利用することだな。そうすれば追加コストがかからないから、かなり交通費を抑えられるぜ。まあそりゃそうよね。そしてもし途中で特急や第三セクター路線を利用する場合は、他の切符との料金比較を怠らないことだな。場合によっては他のフリー切符を購入したり、普通に乗車券を購入した方が、安くなることもあるんだぜ。ちょっとめんどくさいけど、頑張るわ。それと、これはコツというわけではないが、下車員を集めてみるといいと思うぜ。窓口で駅員さんに言えば、こんな感じでその駅の駅名が印字されたハンコを、18切符に押してくれるんだぜ。鉄道旅してきた証って感じで、ロマンあってかっこいいわ。そう、ロマンってのが大事なんだ。18切符の良さは驚異的な安さでもあるが、私はロマンがあることだと思うぜ。普段新幹線や飛行機で行くような遠い場所へ、鈍行列車で車窓を見ながらゆっくり向かうのは、非日常的な感じがして最高なんだぜ。みんなも長期休みにはぜひ18切符で、ゆったりとした鈍行列車の旅に、出かけてみてくれよな。よし、私も早速買いに行くぞ。鉄道旅行に出かけて、久しぶりに券売機で切符を購入したわ。鉄道切符の写真も撮って、旅のいい思い出になったわ。最近は、スイカやパスモが普及して、切符を買うことが減ってきたな。IC カードがあれば、自動券売機を利用する機会も少なくなったぜ。うん、私も長い間、券売機で切符を購入していなかったわ。一方で、自動券売機は多機能化し、ますます進化を遂げているんだ。企画乗車券や定期券の発売、特急券の購入まで対応可能だぜ。そうなの、そもそも鉄道切符って、いつ頃から始まったのかしら？切符を購入する自動券売機も、いつ頃設置されたのか気になるわ。ってことで今回は、鉄道切符と券売機の歴史を紹介する。この動画を見れば、鉄道切符と券売機の発展の歴史がわかるぜ。切符や券売機が懐かしい人にも、利用が少ない人にも興味深そうね。それではゆっくりしていってね。そもそも切符という言葉には、どういう意味があるの？切符は、江戸時代に官号貿易で使われた割り符が由来なんだ。書状を割いて双方が保管し、役人の前で書類を符合させたんだ。官号貿易の割り符は、鎖国で廃止されたが、明治になって乗車券の切符になったぜ。へぇ、切符は、駅構内に入って、列車に乗る乗車券になったのね。ああ、鉄道会社によって、切符、乗車券と表記されているぜ。切符の意味も調べると面白いわね。鉄道切符って、いつ頃誕生したの？切符は、鉄道発祥の国イギリスで誕生したんだ。1825年9月27日、ストックトン&ダーリントン鉄道が開業した。この世界初の鉄道は、馬車鉄道も兼ねていて、石炭輸送が目的だったんだ。1830年9月15日、リバプール&マンチェスター鉄道も開業した。旅客や貨物の輸送を目的とした、世界で最初の蒸気機関車だぜ。200年前の切符はどんな感じだったの？当初の鉄道切符は、薄い紙に1枚1枚、手書きで記入していたんだ。目的地、時刻、運賃、名前を書くから、時間がかかってクレームも多かった。手書きだと、列車も遅れて、売上金の確認も大変だったわね。1832年7月17日、レスター&スワニングトン鉄道が開業した。この鉄道では、八角形の真鍮製の切符が使われたんだ。1836年には、ロンドン&グリニッチ鉄道も開業した。この時にはなんと、円形の銅製、銀製、象牙製の切符が使われたぜ。だが、かさばる上に、コスト面の問題もあって普及しなかったんだ。そりゃそうでしょ、銅製、銀製、象牙製の切符って。1837年、トーマス・エドモンソンが、画期的な切符システムを発明したんだ。彼は、ニューカスル&カーライル鉄道のミルトン駅長だった。1840年に特許権を取得して、後に鉄道切符の父と呼ばれた人物だぜ。へぇ、鉄道切符の父なんていたのね。どんな切符システムを発明したの？発着駅名、運賃、投資番号など情報の版を木枠にセットして、大槌で軽く打って、ボール紙に印刷する木版印刷の切符だったんだ。これなら素早く発行できるわね。ボール紙への印刷なら手軽でいいわ。前日の最終列車の番号と、次の日の番号を差し引けば、
1日の発売枚数と運賃を調べ、当日の売上金もチェックできたぜ。鉄道切符の父は、現在とほぼ同じシステムを作り出したのね。エドモンソンの切符のサイズは、57.5mm×30mm に統一された。システムの利便性が認められると、フランスなど他の国々にも広がったんだ。現在でも、エドモンソン型の鉄道切符と表記されて、世界共通語になっているぜ。エドモンソンのサイズと仕組みが、世界の鉄道切符の基本となったのね。日本の鉄道切符はいつ頃始まったの？日本の切符の歴史は、1872年、明治5年9月12日の鉄道創業時に始まっている。新橋駅から横浜駅の鉄道開業式が、明治天皇を仰いで開催されたんだ。その開業記念式典の入場券が、日本初の鉄道切符と言われているぜ。へぇ、明治時代に鉄道切符が始まったのね。だが、明治時代の日本には、切符を製造した経験がまだなかった。印刷機械、用紙、日付印刷機、改札のハサミを、イギリスから輸入したんだ。エドモンソン型の切符を採用したから、活字のデザインもイギリスに似ていたぜ。じゃあ、その後日本でも、国産の切符が製造されるようになったの？当初は、粗い厚ポール紙の表裏に、色付きの薄い和紙を貼ったものだった。明治末期になると、厚紙の硬券と呼ばれる切符が使われ始めたぜ。日本の鉄道切符には、どんな種類があるの？日本の切符には、A 型、B 型、C 型、D 型と呼ばれる、4種類のサイズがある。A 型は、エドモンソン型で、57.5mm×30mm の世界の標準型だ。今の券売機の切符は、A 型のサイズなのね。B 型は 57.5mm×25mm で、有楽町印刷所の武井伝次郎上長が考案したサイズだ。1928年、昭和3年9月16日、首都圏の電車特定運賃区間で採用されたんだ。A 型なら117枚だが、B 型なら135枚取れて、韓国、中国にも幅広く波及したぜ。戦時中の物資不足でも、紙の節約になったわね。C 型は 57.5×60mm で、1907年、明治40年に採用されたサイズだ。A 型を上下に合わせた、大きいサイズね。帝国鉄道省の補充往復乗車券類など、様々な切符に使われてきたんだ。だが用紙のロスが多いため、私鉄の記念券だけに使われるようになったぜ。D 型は 88×30mm サイズだが、以前の D 型は今よりも少し長かった。D 型は、A 型を横長にしたようなサイズね。鉄道員時代のカード式指定補充式片道乗車券で使われたのが始まりだ。1965年、昭和40年には、料金券や往復券に採用されていた。今でも一部の私鉄、韓国、台湾などで、硬券の切符として使われているぜ。そういえば最近、硬券の切符はほとんど見かけなくなったわね。硬券の切符は日本中で使われていたが、徐々に使われなくなったんだ。最近は、薄い紙の軟券が使われているわ。そして1980年代後半、切符をなくしたいという案が出始めたんだ。2001年には、IC カード質改札システムスイカが、東京圏424駅で導入されたぜ。鉄道切符は、硬券から軟券、IC カードへと移行してきたのね。私は、軟券と IC カードしか知らないわ。硬券の役割はほぼ終わりを迎えたのね。鉄道切符を買うための自動券売機はいつ頃設置されたの？1901年、明治34年の読売新聞に、貫鉄自動機入場券を導入予定とあった。1907年、明治40年には、機械が発明され、新橋駅から設置する方針とも伝えている。だが実際に導入された記録はなく、何かしらの不具合で断念されたようだ。自動券売機の導入を目指す動きは、100年以上も前からあったのね。1911年、明治44年の大阪毎日新聞に、大阪梅田駅に設置という記事がある。自動式入場券発売箱を製作して、待合室の入り口で使われたと報じているぜ。自動券売機の日本第1号は、1911年、明治44年だったのね。歴史は古いのね。自動券売機の本格的な導入はいつ頃から始まったの？自動券売機が正式に登場したのは、1925年頃だと言われている。手動のレバー方式の構造で、印刷された硬券を販売するものだった。日本国有鉄道100年史によると、1926年、大正15年4月25日に、東京駅と上野駅に、ドイツ製の自動販売機が設置されたんだ。投入口に10銭白銅貨を入れ、ハンドルを2回回すと、入場券が飛び出した。1日の発行枚数は、東京駅が4500枚、上野駅と新宿駅は2500枚に上っていた。そうなの、自動券売機の導入で、大幅な省力化が期待されたでしょうね。だが、外国製の機械は、故障すると修理が複雑という難点もあったんだ。そこで1927年12月、ついに国産の自動券売機が導入されるようになった。硬貨を投入してボタンを押し、ベルが鳴って指を離すと切符が出るんだ。東京、上野、新橋、水戸、宇都宮など、都内で活用を目指す動きが拡大したぜ。ついに国産の券売機が導入されたのね。1928年、山手線の運賃を10銭均一にして、自動券売機を本格導入する案が出た。
さすがに10銭均一化は見送られたが、ターンスタイル式自動改札に通じたんだ。1930年、東京、上野、新宿に、山手線の切符を扱う発売機が登場した。5銭、10銭、15銭区間用の券売機を、それぞれ設置して問題を解決したぜ。へぇ、問題を一つ一つ解決していったのね。だが、1939年9月、新宿駅の駅員が、全駅共通の券売機の鍵を紛失したんだ。1940年春まで券売機を休止し、鉄道省が鍵を作り直す事態となったぜ。そうなの、大変だったわね。東京朝日新聞によると、運賃箱から月100枚の不正な効果が出てきたらしい。切符の販売や自動改札機の導入は、ズルを考える人間との戦いだったんだ。大阪朝日新聞には、鉄くずを入れたり、高架に穴を開けて糸を通したり、機械を欺こうとした人もいたが、不正対策が導入されたと報じている。機械が正しいという思い込みはダメね。どんな不正対策が備えられていたの？白銅海外を投入すると、鉄製は機械の磁石に吸引され、鉛製は中で噛み切られた。10銭白銅化は穴が開いていたから、高架の穴を判定する装置も導入されたぜ。自動券売機の不正対策は、ズルする人間と知恵比べだったのね。自動券売機は開発が進み、手動式から電動式へと進化する時代に入っていく。1956年頃、1種類の硬貨を投入して、1種類の切符しか出せない機種だった。複数種類の硬貨や運賃に対応するのは難しかったのね。だが、10円、50円の2種類の硬貨が使え、10円の釣り銭が出る機種が登場する。さらに、10円、50円、100円が使え、10円、50円の釣り銭も出るようになった。いろんな硬貨が使えて便利になったのね。切符は、厚紙を使った硬券だったの？硬券が普及していたが、装填できる枚数に限りがあるという問題があった。1960年、薄い紙を使った軟券に、印刷する方式が導入されたんだ。軟券の印刷は、ゴム印版にインクをつけて、電動で印刷する方式だったぜ。薄い紙を使った軟券なら、券売機にもたくさん装填できるわね。そして、経済と電子技術の成長に伴い、コンピュータが使われるようになった。指定席券の予約システムマルスや、多種類で印刷できる機種が導入されたんだ。1964年、硬券タイプの多種類式が、少量、少種というデメリットを解決した。1966年、軟券タイプの多種類式の自動券売機も導入され始めたんだ。軟券に多種類を印刷する時代になったのね。当初は、ロール紙を1枚ごとに切断し、ゴム印版で印刷するタイプだった。だがこの印刷方式は、濃すぎると手が汚れ、薄いと文字が読めないという問題があった。そこで1969年、ジアゾ観光紙に紫外線を当てて画像を焼き付ける方式に、1972年には、ジアゾ方式を改良したキレート方式に移行していったんだ。キレート方式って何なの？発色剤を含む水性インクに触れると、瞬時に真っ黒に発色する原色剤がある。この化学発色原理を利用して、切符に塗布するタイプがキレート方式だ。なるほど、切符のインクも進化していたのね。ところで、自動券売機はどこに設置されたの？1968年以降、コンコースのスタンド型から、設置エリアが徐々に拡大していったんだ。自動券売機コーナーで、はめ込み型が主流となり、500ミリの幅に定められた。1972年には、近郊の車線への切符も販売できる自動券売機が設置されたんだ。地図上に押しボタンを配備したもので、徐々に販売エリアを拡大していった。1973年、16個の金額の押しボタンで、範囲も50キロから100キロに拡大したぜ。券売機の扱う範囲がますます広がったのね。オペレーターの作業が増大する中、システム管理の負担軽減も必要だった。そこで、十数台の券売機の釣り銭補給を一括して管理する機構が導入された。投入硬貨の再チェック機構、釣り銭の大量補給用カセット、投入された硬貨を釣り銭に利用する機構などが組み込まれたんだ。システムがどんどん複雑化するわね。その頃は、千円札は使えたの？国鉄が発売エリアを拡大したため、運賃の幅、運賃ステップも多くなった。1976年、運賃アップに伴い、千円札が使える券売機が新幹線用に導入されたんだ。千円札が使えるって、大変な進歩だったのね。さらに遠距離用の切符、複数枚発券、紙幣分類処理装置も必要になった。光学紙幣を扱うメカトロ技術を搭載した、マイコン型の自動券売機に一新されたんだ。昭和53年で 53V 型と呼ばれ、国鉄の民営化後に大量に導入された。53V 型の主な機能は、千円札、5000円札、1万円札の光学紙幣の正確な鑑別だぜ。硬貨と紙幣を両用できて、千円、5000円、1万円も使えたのね。それに伴って、紙幣搬送、整列、千円札を釣り銭にする機能も必要になったぜ。1万円を入れてお釣りが出てくるのは、当たり前のことではないのね。切符への印字では、さらに進歩があったの？切符の印刷では、インク式から、サーマルドット方式へと進化した。サーマルドットは、感熱紙を使って、多種多様な印字が可能なんだ。
この印刷方法は、2種類のサイズの発見、小スペース、小メンテの効果もあった。その結果、各機能をブロック化して、用途に応じた組み合わせもできたぜ。近距離のエドモンソン犬と、指定石灯の大型犬の発見が1台でできるのね。幅広い区間や金額に対応できて、インクによる汚れも解決したわね。ところで、券売機の押しボタンには、駅名や数字が書いてあったの？押しボタンに書いてあったが、やがて電球で点灯する昇降式になったんだ。その後、ニーズの増大に伴い、LED で数字や文字を表す方式に進化したぜ。LED の導入により、メンテナンスや運賃改定の作業も軽減されたのね。自動券売機の台数の増加に伴い、駅係員の広報業務もシステム化された。売上データを一括処理する集計機や監視板も導入されるようになったぜ。なるほど、様々な種類の切符や業務に対応できるようになったのね。そうだな、そしてついに、鉄道切符を使わない時代が訪れたんだ。1985年、プリペイド式のオレンジカードが発行されたぜ。だが、53V 型は、スペースの問題からカードと紙幣を処理できなかった。カード処理部を搭載するため、カードか、紙幣かの選択機種となっていたんだ。自動券売機も、カードを利用するため、さらなる進化が必要になったのね。1987年の民営分割開港、自動券売機もシステム化、カード化、IT 化が進んできた。1989年、平成元年、カードと紙幣を1台で利用可能な 1V 型が開発されたんだ。回数券専用、連絡者専用、地図シートの新幹線自由席販売用の機能が追加された。この機種は 2V 型 3V 型へと進化し、カード化に対応が可能となったんだぜ。カードに対応した自動改札も必要ね。自動改札って、いつ頃始まったの？1990年、山手線を中心に首都圏へ自動改札装置の導入が始まったんだ。自動精算機、窓口精算機、乗り継ぎ精算機など、改札機器の開発が進化したぜ。自動改札機の導入で、改札機器全体でのシステム構築が必要となったのね。1991年、プリペイド式ストアードフェアカード、イオカードが導入された。継続する定期券を販売できる自動継続定期券の発行機もできた。さらに切符の裏面が実機化されると、マルス端末機の回収も必要になったぜ。マルス端末機って何のこと？座席管理、発行処理、生産業務を行う巨大なオンラインシステムのことだぜ。そして1993年には、指定席を発行できる顧客操作型指定券販売機も開発された。トラベルエディは、画面をタッチする方式の先駆けとなったんだ。ホームライナー用、定期券、指定券の券売機も導入され、利便性が向上したぜ。開発は大変だけど、通勤、通学、遠方への移動は便利になったわね。1995年には、機能性から操作性重視の自動券売機、EV1 型を開発した。現金やカードの投入口を低くして、子供やお年寄りも使いやすい配慮がなされたんだ。現金と切符を取り扱う部分を集中化し、硬貨6枚まで一括投入できるようになった。切符、カード、紙幣の同時返却など、利用者の視点から開発されたんだぜ。すごい、ますます便利になるわね。1997年には、乗り継ぎ特急券も購入可能な MV10 が導入された。継続定期券発行機だけでなく、新規の定期も購入可能になったんだ。接客部のデザインも一新され、明るい駅空間が作られてきたぜ。様々なニーズに対応するため、お客様志向へとシフトしてきたのね。IT やネットワークの時代に入ると、券売機のさらなる進化が求められるわね。1998年、インターネットで予約し、駅で引き換える駅ネットが導入された。2002年、駅ネットで予約した切符を引き換える駅ネット券売機も設置された。2001年、携帯電話で中央ライナー指定券を取得できるシステムが稼働し始めた。そして、IC カードスイカが導入され、新しい改札システムの時代に突入したぜ。ついに来たわね、スイカにチャージする機能も必要になったわけね。今では、スマホやスマートウォッチ、顔認証も導入されてカードも必要ないわ。技術の進化に終わりはないけど、大切なのは利用者が使いやすいことね。そうだな、日本では、現在でも約550万台の券売機が設置されている。そんなにたくさんあるのね、でも最近は、切符を購入することも少なくなったわ。ああ、特に、硬券の切符を印刷できる会社は、関東では数社しか残っていない。硬券切符の文化と印刷技術は、消えゆく運命にあるのね。そんな中、鉄道愛好家や印刷会社を中心に、切符の良さを広める動きも出ているんだ。イベントを通して、硬券の切符の手触り、風合い、凸版印刷の価値を伝えている。硬券を知らない世代には、新鮮なアイテムで、切符の歴史を知るきっかけとなるわね。硬券切符を使っていた世代は、懐かしみを持って、切符の良さが再認識されているぜ。IC カードやスマホを便利よく使いながら、鉄道切符や券売機も利用していきたいわ。自動券売機のさらなる進化と、切符文化の伝承の両方を期待したいわね。こんにちは、ゆっくり霊夢です。
ゆっくりマリサだぜ。いやー最近の交通系 IC カードは便利ね。どうしたんだ急に。電車で出かけた時、財布を忘れてもパスケースさえ持っていれば、交通系 IC カードでなんとかなるもの。その口ぶり、さては最近財布を忘れたな。何のことかしら？最近かなり交通系 IC カードが普及しているが、切符もまだまだ現役で魅力もあるんだぜ。切符なんてオワコンよ。私はこれから交通系 IC カードと生きていくわ。じゃあ今回は絶対に使いたくなる、あまり見かけない珍しい切符を、5つほど紹介するとしよう。え、それはちょっと気になるわね。お前は交通系 IC カードしか使わないんだろ？それではゆっくりしていってね。最初の珍しい切符は、越後ときめき鉄道の夏休み、急行券 T シャツだ。え？ただのプリント T シャツにしか見えないけど。この T シャツが切符なんだぜ。どういうこと？これじゃ改札に通せないわよ。このシャツを着ていれば、観光急行に乗車することができるんだ。切符の概念はどこへ行ったの？この T シャツは、2023年の夏休み期間中のみ販売されていた限定 T シャツで、価格は6000円、期間中は何度でも急行に乗車できる切符になっている。つまり、この T シャツ1枚で改札も通れるし電車旅を満喫することができるんだぜ。随分思い切ったことしたわね。むしろ最先端な切符かもしれないわ。多分全国初なんじゃないか？乗車できる観光列車は、製造から50年ほど経っている、国鉄時代の急行列車で、なんとも懐かしい車両を堪能できるおまけ付きなんだ。最先端な切符なのに乗れる列車は懐かしい車両ってよくわかんない状況ね。使い方は簡単で、さっきも言ったように着てるだけでいいから。こんな感じで着てる T シャツを改札口で駅員に見せるだけなんだ。どう見ても T シャツを自慢しているファンにしか見えないわ。ほぼ顔パスみたいな感じだからちょっとしたお得意様感は出せるぞ。私もこれやりたい。残念ながらすでに販売は終了しているから、来年も同じ切符が発売するのを待つしかないな。こういう面白いのはどんどんやってほしいわ。宣伝にもなるし、利用者も特別感あるし、使った後も形に残るから、旅の余韻や思い出に浸ることができるいい切符だと思うぜ。霊夢もご自慢の交通系 IC カードを T シャツに貼り付ければ再現できるんじゃないか？すいませんでした。二つ目に紹介する切符はこれだ。あら、カードサイズの路線図かしら？コンパクトな路線図配ってるなんて優しい鉄道会社ね。切符って言っただろ。路線図にしか見えないけど？これは名古屋市交通局が販売している、土日エコ切符だ。切符のデザインを路線図にするのはありそうでなかった発想ね。この土日エコ切符は、その名の通り土曜日と日曜日、毎月8日のみ使用できる、一日乗車券なんだ。土日はわかるけどなんで毎月8日なのかしら？名古屋市の条例で、環境保全の日とされており実カード式の一日乗車券なら、紙資源を使い捨てないからエコだとして、土日とエコの日に使える切符。ネーミングがなんだか安直ね。シンプルでいいと思うけどな。この切符は購入した1日間だけ名古屋市が市営で運行している地下鉄とバスに、乗り放題になる切符で、料金は620円。この1枚を買っておけば、名古屋市内なら大抵どこへでも行くことができる優れものだ。市営のバスにも乗車できてその値段はお得感あるわね。デザインが地下鉄路線図になっているおかげで乗り換えもお手のものだぜ。地味にありがたいわ。ちなみにこの土日エコ切符は専用発券機も存在している。なんだか歴史がありそうな機械ね。やっぱりそう思うか？実はこの発券機はすでに廃止されており切符自体はまだ販売しているんだが、デザインも変更されてしまっているんだぜ。便利なデザインだったのに残念ね。余談だが、この切符には市内で使える様々な特典もついており、市営の施設以外でも飲食店などで提示するだけで割引などのサービスを受けることもできるんだ。観光にもってこいね。名古屋に行った際にはぜひ活用してみてほしいぜ。3つ目に紹介するのは、岳南鉄道線の光る切符だ。この切符の値段は720円で、購入すれば1日間、岳南鉄道線の電車に乗り放題になるんだ。切符が光るって何事？電子機器ってことかしら？いや、蓄光塗料が施された限定切符なんだ。昼間は光を貯めて、夜になると光るんだぜ。光るとこんな感じだ。へぇ、結構綺麗に光るのね。なんだかロマンチックだわ。でもなんで光る切符なんて売り出しているのかしら？せっかくの一日乗車券なんだし日中もたくさん利用してほしいだろうし。それは岳南鉄道線が夜景列車を走らせているからなんだぜ。夜景列車って言葉からすでにロマンチックな予感がするわ。岳南鉄道線は、その路線周辺の景観に目をつけ、全長 9.2km の線路夜景を楽しみながら走る、特別列車の運行を行っているんだ。楽しめる風景は、どこか懐かしい昭和の駅舎や車両、静寂な夜景、大きな工場の明かりなどで、名物列車になっているぜ。やっぱりロマンチックな電車なのね。この特別列車は夜景をより楽しめるように、列車内の照明をすべて消して運行することが特徴なんだぜ。
そんな暗い列車内で利用者が持つ切符が淡く光っている情景を想像すると、よく考えられた切符だと思うぜ。絶対綺麗だわ、私も乗りたい。過去に第1弾、第2弾と発売していて残念ながら現在は販売していないんだぜ。第2弾は1000枚限定だったからもし第3弾があるとしても枚数は少ないことが予想される。購入したい人は情報を察知したら、早めに購入することをお勧めするぜ。4つ目に紹介するのは JR を利用する際に入手できる出発補充券だ。あら、今のご時世で手書き切符なんて珍しいわね。JR 利用で入手できるって言うけどこんなの渡されたことないわよ。それもそうだろう。この切符は、ある特定の条件を満たさなければ入手することができないんだ。特定の条件？17路線以上をまたぐ経路で切符を買うことだ。別に発券機で入力すれば買えるんじゃないの？発券機で入力して購入できるのは実は16路線をまたぐ場合までなんだ。発券機にも限界があるのね。ただし、通常長距離の切符を買う際は最短で運賃が安くなる経路が選択されるため、その場合は、おなじみの紙製の磁気カードでの発券となる。つまり、わざわざ遠回りや、経由地を選択して狙って、経路を自分で組み上げる必要があるんだ。それは確かに珍しい切符ね。この出発補充券は、乗り鉄の間では割とポピュラーで、いろんな人がいろんなルートで、購入し、思い思いのルートでの旅行を楽しんでいるんだぜ。確かに自分で経由地まで計算して、旅のルートすべてを組み上げるってなんだかいいわね。じゃあ出発補充券で買うことになる大阪府から岐阜県のルートの一例を挙げるぜ。どんなルートなのかしら？まずは出発地大阪から大阪東線の高井田中央駅を始発駅に、そのまま大阪東線で旧法寺駅まで乗車する。旧法寺駅で関西本線へ乗り換えだ。旧法寺駅から亀山駅まで乗車して紀勢本線に乗り換える。ここまでで3路線ね。紀勢本線の亀山駅から和歌山駅まで乗車して阪和線に乗り換え、天王寺駅まで乗車する。天王寺駅から大阪環状線に乗り換え大阪駅まで乗車し、東海道本線に乗り換えだ。次に東海道本線で尼崎駅まで乗車して今度は福知山線に乗り換える。福知山線で谷川駅まで乗車し加古川線への乗り換えを行うんだ。今何路線だったかしら？8路線目だぜ。加古川線では加古川駅まで乗車するんだ。加古川駅では山陽本線への乗り換えを行う。山陽本線で西明石駅まで乗車し、そこからいよいよ山陽新幹線で新大阪駅まで乗車するんだ。今気がついたけど、目的地岐阜なのにすでに大阪に帰ってくるのが2回目だわ。出発も大阪だったのに10路線も乗り継いでもまだ大阪にいるのね。今のところ三重、和歌山、兵庫を経由して大阪に帰ってきてるだけだな。続けていいか？新大阪駅からはいよいよ東海道本線へ乗り換えだ。東海道本線を使い、新大阪駅から、いよいよ岐阜県の駅に到着するのね。東京駅まで乗車する。岐阜駅通り過ぎちゃったわよ。寝過ごしたのかしら？東京駅では京浜東北本線へ乗り換え日暮里駅を目指す。日暮里駅では常磐線に乗り換え友部駅を目指して電車旅だ。友部駅から水戸線に乗り換えて水戸線の起点である小山駅まで乗車だ。東京も通り過ぎて東北まで行っちゃってるじゃない。今のところ14路線、あと少しで目的地だぜ。小山駅で羊毛線へと乗り換えを行い新米橋駅まで乗車する。新米橋駅では上越線に乗り換えて高崎駅を目指して乗車するんだ。そして、高崎駅から北陸新幹線に乗り長野駅まで再び新幹線で快適な旅路だ。今度こそ岐阜県に近づいてきたわね。長野駅からは今度は信越本線に乗り換え篠ノ井駅まで乗車する。篠ノ井駅から篠ノ井線に乗り換えを行い、塩尻駅までのどかな風景を楽しみながら乗車だ。塩尻駅で中央西線に乗り換え多治見駅まで乗車する。まだ岐阜駅に着かないの。多治見駅では太田線へ乗り換えて美濃太田駅を目指す。美濃太田駅から高山本線に乗り換えていよいよお待ちかね。岐阜駅まで乗車する。やっと岐阜駅なのね。これで使用した路線数は22路線。長いわよ、途中からわけわかんなかったわ。もちろんこのルート以外にも無限に出発補充券を買えるルートはあるんだぜ。一つ注意として、私は予定作りのプロじゃないから、今回紹介したルートが、適切かどうかはあんまり自信がないぜ。おすすめルートがあれば教えてほしいんだぜ。ルートはこれでいいにしてもどうやって切符を買うのかしら？このルートを駅の窓口で伝えるだけだぜ。駅員さんがかわいそうだわ。他の方法はないの？実はあるんだが、知りたいか？知りたいわよ。最初になんで出発補充券が存在するかを伝えたんだが、そこにヒントがある。呪文みたいなルートを延々と聞かされてたから忘れちゃったわよ。出発補充券は、機械で発券できない場合に備えて存在しているんだ。つまり、発券機が全て故障しているタイミングで切符を買いに行けば、買える可能性がある。どっちにしろ難易度が高いわね。そりゃ珍しい切符って言われるわけだわ。能動的に買うには、説明したような17路線を超えるルートでの、切符購入が必要になるな。ぜひ自分だけのオリジナルルートで出発補充券の入手にチャレンジしてほしいぜ。そんな綿密なルート形成技術普通の人は持ってないわよ。5つ目に紹介するのはこの切符だぜ。え？一見普通の切符に見えるけど？この切符、
実は買う時に行き先を選べないんだ。どういうこと？これは、今年の夏に JR 西日本から販売されていた大阪発サイコロ切符だ。あ、よく見たら切符の上にサイコロ切符って書かれてるわね。サイコロってことはまさか。そのまさかだ、行き先はサイコロで決められる。ほぼ博打じゃない、は。だから、サイコロ、なのね。そういうことだ。行き先が選べないと言ってもサイコロで出る行き先は4つ。博多、城崎温泉、呉、金沢のどれかが出る。めちゃめちゃ遠くが出るわけじゃないのね。どこもいい場所ばかりで、確かに選べないわ。しかも、平日切符は5000円、休日切符も8000円の一律料金で、どの行き先が出てもこの値段ぽっきりで購入できてしまう。それってかなりお得じゃない？料金だけで言えば一番の当たりは博多だろうな。その割引率は最大で驚異の 83% 引きにもなる。なんせ太っ腹でユニークな切符なのかしら。切符の購入者はスマホのアプリでサイコロを一度だけ振ることができる。緊張の一瞬ね。そうして振ったサイコロに応じて行き先が自動で決まるんだ。これ友達とかと一緒にサイコロ振っても盛り上がりそうでいいわね。あとは通常の切符と同じで緑の窓口に行き切符を受け取るだけだぜ。これはお得に旅行ができるし旅行に行く前から楽しめるしで、とっても興味があるわ。しかも、それだけじゃないんだ。なんとこのサイコロ切符で行った旅先でもいろんな優待やサービスを受けることもできる。旅行の最中でもお得に楽しめる仕掛けがあるなんて、もう今年の販売が終わってしまっているのが悔やまれるわ。去年に引き続いての販売だったから来年も販売される可能性があるぞ。夏になったら要チェックだな。今から班長賭博で鍛えておくわ。おまわりさんこいつです。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいぜ。見たいネタや企画があったらコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。